もしも俳優小林旭さんが昼休みのサイレンだったら、11時55分かもうじきやな。昼何食うお前、え、ランチ、やっぱランチ、どんぶりも出ましょうかな。あ、まあな、サンドイッチ、何するの自分、あ、そう、ラーメンでもええな。あ、ラーメンも面白いな。ラーメン食べて、あ、怖いだろうな。あ、言うときち、あ、もう12時や。あ、お昼や、お昼や。